こんにちは、ミッドエスト渡辺です。今日はついに待望のシューズブランドが入荷してきたのでご紹介していきたいと思います。ボースです。はい。お待ちかねの人もいらっしゃるんじゃないですかね。メンズではこの辺りとかはね入ってたんですけど、レディースはちょっとまだ入ってなくて、今日から、今日、何した20日11月20日の土曜日から来週の日曜日までのポップアップ限定商品となっております。早速ご紹介していく、このボースっていうブランドをまずご紹介していった方がいいかな。そうですね、ちょっと軽くご説明をしていきたいですね、はいはい、パリ初のフットウェアブランドなんですよね、うん、でこういうちょっとラバー素材に特化したブランドになってます。はい、ソールがまあ、一番特徴的ですよね、ブランドとして、うん、この構築的な、そうだね、こういうもう本当にミニマルなデザインにこういうラバーをね、もう無理やりひっつけてるぐらいの感じ、ね、すごい可愛いよね、面白いし、こういう風にねちょっとこう、はい、ラバーをこう包み込むぐらいの勢いで、そうですね、くっつけてる感じだもんね。基本ベースは全部それですね、うん、そうですね、インスタグラムとか見てもらったらいろんな人が履いてるもんね。もう芸能人の着とかも多いですね。そうですね、もうちょっとおしゃれ好きな方たちは大注目ですよ。そうなんですよ、ラバーも30年以上研究しているブランドなんで、ソールも場所によってラバーの質感とかその硬さが違くて、へえ、かかとだったら、まあ、僕もこの辺とこの辺ととかか、そうですね、僕も渡辺さんもこれ実は着用してるんですけど、うんうん、そうこれね、はい、かかとの部分はすごい硬いラバーなんで、うん、削れにくいですし、確かに。ちょっと私白でさ、すごい最近めっちゃ外で履いてて、はい、めっちゃ今履いてるんですけどめっちゃ汚いんですよ。ちょっと見せれない。見せてもいいけど見せれないみたいな感じで。じゃあ一応見せないで。洗ってこいよっていう。まあでも削れにくいですよね。そんな気にならなくて。全然削れてないね。汚いけど削れてないね。すごいですね、っていうことを伝えたかった今。全然削れてないです。ちょっと証拠を見せられないんですけど。すいません。でも本当この状態、この状態で汚れてるだけって感じ。そうですよね。うん、いや本当にだから強い素材できてて、でこんなにも種類があるんで、はい、まあ、ちょっと一個一個じゃあ、そうですね、一応こっち側はメンズのもので、こっちがねレディースのシューズとなっておりますので、はい、じゃあ一個ずつご紹介していきます。はい、はい、ではまず一つ目、こちらのガオハイブーツですね。これは去年入ってきてなかったタイプで、今年初ミッドウェストでは入荷してきましたね。このレースアップのタイプです。どう、これもめっちゃ可愛くない？可愛いですね。で紐付きレースアップ、結構なんか今年ポイントかもしれない。こういう感じでちょっとこうこの辺まででね、紐をくくってもらってくるくるしてもらうのが可愛いかなと私は思っております。ちょっと私のイメージ的には、まあ、こっちに出てると思うんですけど、こんな感じでスウェットパンツとかで合わせてもらってもいいし、なんかでもタイツ履いてミニスカートとかで合わせてもらってもすごい可愛い気がする。一応今回紹介するものは全部カーフレザーではあるんですけど、うん、こういう風に靴によって本当に質感が変わってくるっていうのが、そうですね、そのまあ、ちなみにサイズの展開的には36、37、38でご用意してあります。あ、なんでまあ大体 22.5、23、24センチ、24.5 ぐらいの方は対応できるかなって感じですね、はい、でも気持ち大きいんで、もしかしたらいろんな幅の方がまあ試してみていけるかもってところですよね。そうですね、じゃあまず一つ目はこちらのガオだと思います。おそらくガオハイブーツでした。はい、じゃあ次、はい、では2つ目こちらのガオダービーシューズです。なんかさ、ちょっとお値段的に私的にはリーズナブルに感じるんやけど、このデザインで、いや思いますよね、はい、意外と、あ、6000
6万しないんやみたいな。しかも税込み5万4千円ですから。そうですよ、すごいですよね。そうなんですよ。このタイプはやっぱさ、ボトムス選ばないからめちゃくちゃ使えるくない？そうですね。スニーカー代わりぐらいの存在で、もうパンツにも合わせれるし、スカートにも合わせれるし、なんかこういうワンピースにあえてこれ履いても可愛いし、もう超優秀なシューズですよ、ダービーシューズは。これチャンキーソールですね。足長く見せてくれるらしいですよ佐藤くん曰く松底ですからね、スタイルアップですよ。です、ね、スタイルアップ、うんうん、スタイルアップさせてくれる感じはする、はい、ちなみにこういうボリュームのあるやつって、はい、本当にこう足細く見せてくれるもんね。そうですね、うんうん、で5センチあります、これで。はい、厚さ5センチ。はい、そんなにめちゃめちゃ重くはないんで履きやすいかと思います。これもツヤあり。はい、はい、サイズ展開的にはサイズは先ほどと同じ678です。678です。なんでさっきと同じですね。22.5、まあ、23ぐらいの方から 24.5 まで対応させていただいてます。いや、これいいな、これも欲しいな。いいですよね、それ。ね、これいいよね。一番履くと思いますよ。靴下履いてとか絶対なんかいろいろできそう。で、あの、もう本当に履きやすいんですよ、これ。うん、このボース自体が。トくんさ、ほんとずっと言ってるもんね。もう、はい、もう、ずっと。これ一番履きやすくないですかって普段からほんまに言ってるから。もう、あの、今後靴これでいいぐらいの勢いですよ。もう一足買っといた方がいいね、じゃあ。そうですね、もう全然もう欲しいですよ、もう買えるなら。ね、私もブーツ持ってるから、こっちこういうタイプもちょっと欲しいなと思ってます。じゃあ次いきます。はい、ではこちらガオープラットフォームニーブーツです。値段が7万円ですね、ジャスト、はい、いや、これめちゃくちゃ可愛い。それも可愛いですねこれは佐藤くんが持ってるあれのロングバージョンやんね。そうです、僕の、 あのソールはプラットフォームっていう、さっきの5センチじゃなくて、そうなんですよ、もう2センチプラスアップの7センチのタイプがあるんですよ。2種類あって、そう、よく見てもらうと結構厚底なんですよね、こっち。そうなんです、だからさらにスタイルアップっていうね、タイプ。そうですね。でサイドフォアで、でこれ内側にチャックがついてます。え、これめっちゃ良くない？このチャックがついてるってすごい優秀な気がする。なんかついてないやつって本当、まあ、靴下みたいなタイプも可愛いんですけど、結構履くの大変やったりとか脱ぐの大変やったりするんで、チャックついてるのめちゃくちゃ嬉しいです。嬉しいですね、プチポイント、うん、いや、今年はロングブーツでしょ今年はロングブーツでしょ。しかもこのタイプでロングってめちゃくちゃおしゃれじゃない？そうですよ、これだってあの被せてもらっても存在感出るし、うんうん、もちろんあのミニ丈で合わせてもいいですもんね。いや、もう何でもありこれほんといいですね。パンツインしてもらっても全然いいし。ちなみにサイズ展開的には、そう、こちらは36、78、39まであります。すごい幅が広いんで。そうなんですよ、39でね、25センチぐらいなんで、これはかなり幅広く入っていただけると思いますよ。ちょっと足大きいんですよねっていう人もぜひこれは挑戦してみてほしい。私もこれ欲しい。これめっちゃ今っぽいですね。でも、うん、一番今っぽいですよ。これは絶対可愛いよ、これ履いてみてほしい。しかも7万円、これで7万円、他のブランドだったら絶対10万超えると思う。はい、じゃあ次。はい、ではラスト。なんと今回はバッグが入ってきました。初のバッグですかね、これ。ねえ、ブランドのめちゃくちゃ可愛くない？これめっちゃ可愛いですねこれ4万4000円です。4万4000円、ブラック並み、ガオバッグって名前ですね。そう、ガオバッグ。このブランドのこのボースらしいね、このチャンキーソールが下についているみたいな、はい、これがガオっていうらしいですよ、このチャンキー。あ、これがだからそうなんだ、だからガオバッグなんだね、はい。これめっちゃおしゃれ。これいいっすよねこれどう、あの、いや、めっちゃいいです。そういうあの、な、あの肩にかけれますし、そうす、伸ばせばあのショルダーポップできますよ、これで。一応このベルトも長さ調整できるしね。そうですね。めっちゃおしゃれじゃない？こんなおしゃれなバッグありますか最近。これしかもさ、このチェーン見て、これ、はい、これなんだろう、 B なのかなと思って。ああ、ボースの B ですか。そう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 、
な感じ。一応ポケットもチャックでついてる。乾燥剤入った。こんな感じです。ホワイトの財布、だいたい今これぐらいでしょ、みんなお財布。そうですね、2つ折りの平均的なサイズで余裕で入りましたっていうことですね。で、携帯、携帯、はい、入ります。余裕で、ハンカチとか入れても全然余裕です。よくない？これいいですね。これ旅先のお供にでもいい。確かにね、こんなおしゃれなバッグないですよ。これ4万4千円はもう衝撃ですね。うん、これ本当にいいですよ。僕はもう今一番欲しいです。私も今回、前回靴買ったし、これもありやな。どう？え、めっちゃいいです。めっちゃいいですよ。気に入ってるよね。めっちゃいいです。これ欲しい、私も。これおしゃれですよ、めちゃくちゃ。しかもこうやって立ってくれるからね。あ、そうですね。パカってなんないところも結構私的にはいいかも。こう置いとけるやん。ご飯とか食べに行ってもさ。あと角の汚れというかさ、削れとかもあんま気にならないですよ、これだったら。そうだね。だってこれさ、私靴履いてても削れてないもんね。そうですよ。だから全然。しかもあの汚れも拭けば取れるんですね、これも。ラバーなんで。そうなんですよ。めっちゃいいです。コースのロゴ入り。いや、これ絶対おしゃれやな。これ完売しそう。これちょっとしか入ってきてないんで。そうなんですよ。これもおすすめです。いや、今回やっぱこのバッグかなりいいのと、あとでもまあ個人的にはロングブーツも推しですね。20日から28日の日曜日まで開催しておりますので、ぜひ予定が合う人はね、見に来てください。なかなか大阪で見る機会ないと思いますので、本当にね、履きやすい。実際私も佐藤くんもめちゃくちゃ履いてる、はい、ヘビーユーザーですよね。はい、もうマストハブアイテム、はい、もう本当そうです。マジでそうです、はい、なのでぜひ見にいらしてください。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ありがとうございました。